はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。サーカスカッタム課金コレク、今回はねちょっとヒットポイントが高くなったアブラブロのねまあやっていきましょう。特攻なし周回ね。で一応今ヒットポイントほとんどマックスなんですけど、まあ、ヒットポイントある時とない時のね2パターンでやっていきましょうか。ヒットポイントない時うまくいかないかもしれないけど、なんかヒットポイントがねボスのサキちゃんのヒットポイントがめちゃめちゃ高いらしいんですけどね、まあ、一応もう今回はもうレベル上げとかやんないでもうガチ周回でねやることになるのかな。であとねサブアカはねちょっともう今回休みにしてますかね。でご褒美のまた出現率アップになったらサブアカはやる風にしてるかな。さあ一応ヒットポイント満タンじゃないけど、一応ねスキルは回復効いてくるので、よいしょ、あたまんなかった。本当は4つ作りたかったんですけど、でダークネスがね10分の1の効果になっちゃってるんでね、一応回復しなかったな。ただ一応肝なし先生はスキルね効くので、まあちょっと今回ねダメだったっすけど、はい、肝なし先生で一応回復していってます私はね。まあ前の動画でも言ったけどダークネスをね10分の1に無効化す超弱体化するのってなんか本当ずるいよな。1回ぐらいはな、この恩恵は味わいたかったというか、しかもですね前の動画でも言ったけどダークネスが登場したのって5月上旬なんだけど、その前にあった4月下旬のイベントが気まぐれゲートだったもんね。だから気まぐれゲートの次に回復した1060ね肝なし先生回復するんで、気まぐれゲートでプニカミのイベントの次にこのスバコラボやってね、その時に ダークネスのこの回復スキルすげえなと思ったんだけど、まさか初っ端から使えなくなるとは思わなかったけどね。はい、じゃあ 100% になって、サキちゃんがねいつもよりもなんかいつも40万ぐらいなのが今回100万を超えてるらしくて、で私はね王族で行ってますね。まあちょっとまだ特攻なしなんであれなんですけど、特攻なし漢方なし周回ね、一応ヒットポイント110万かで1650の攻撃なので、で一応ね私この暴走エンマじゃなくて6エンマ入れて一発食らう前にフィーバー移行作戦でやろうとしてますね。そうすれば一応食らわないので、よいしょ、あ失敗した、まあいいや。でただ反撃はいつもよりも少ないんだよね、なのでまあちょっとそこも少しはいいのかなっていうね。でなるべくフィーバー中にどんどんエンマたちを打ってきて、結構ね反撃スルーもあるんだよね、なのでちょっと見にくいんですけどね、どんどん打ってって、あ倒せちゃうかな、倒せることあるのかな、あ G で打てないとちょっとあれだね、あ結構倒せちゃったりして、あいけちゃったか、あギリギリ倒せなかった、はい、まあちょっと倒せなくても一応100万ぐらいダメージ与えたから、はい、そしたらねお助けしてもらえたのでこれでとどめをね刺しに行きますと、まあちょっとぶっちゃけ悟空土の子入れた方が5ポイントもらえるんですけど、まあさっきね100万近く削ったのでもう残り2万なんで、まあこれは別にフィーバー行く前に、ね、倒しちゃってもいいのかなって感じでね、これはこれで倒しちゃいますと。という感じでとりあえずね、はい、ヒットポイント満タンの時はこれでやってますね。あ、0ポイントだった。
という感じで、まあ特攻なくてもね一応いけます。で反撃するとかあったかもしれないね。でちょっとこれ灼熱の巻きちゃったんで、ちょっと30分経つと結構あれだな、回復しちゃうけど、じゃあちょっと30分待ちます。はい、ちょっと30分経って50%まで回復しちゃったんですけど、まあちょっと入りましょう。ちょっと 50% だとあれだから 10% まで一回落とすか。やられるまでやるとあれなんで、一回 10% まで落として、1で 10% まで落としましょうかね。はい、じゃあ 10% までいったんで、これ倒しようか。よいしょ。まあさすがにね、ちょっと気絶までやるとね、1個お助け必要になっちゃうんで、まあだいたいね、さっきの間も、まあ灼熱いったからね、50% まで回復しちゃったんですけど、いかなかったら停で、はい、こっからやっていきましょう。で、9% か。んで、まあいつものね、ダークネスのスキルは10分の1にされちゃったんですが、まあ一応暴走エマのねサボりを使いつつ、あー間違えた、動画撮りながらだと緊張するんだよなやっぱ。あーダメだ食らっちゃったまあやり直しもできるんだけどね。はい、回復しろ。あーよかった、1060回復しましたね。はい、こうやって回復しながらいきましょう。できたらあいつ1300だっか1600だったかな、サキちゃんの攻撃力一発は耐えられるぐらいのところまで回復してほしいな。それによってちょっと変わってくるんでね。さあ行きましょう。やべ、やっぱ緊張するな。さあ4つ作ってどれか回復しろよって感じ。あ、どれもダメだった。ダメだったね。1671か。まあでもメンバー変えるからちょっと増えるかな。はい、ということで、まあこうやってね、回復確率 20% ぐらいなんでね、回復しない時もあると。はい、で、サキちゃんにね、誰も回復、フレンドさんからの回復来ないままサキちゃんまで来て、24% か。で、これでさっきのね、エンマメンバーでやります。で、エンマメンバーでは、24% で、2700だから、一発は楽勝で耐えられると。1650か。なんで、フィーバーに行きたいですね。フィーバーに行って、ダメージ食らう前にフィーバーに行くと。で、暴走、これがスーパーフィーバーで、たまにジーズしたかったけど、まあいいや。でこれで21万と、はい、10万でね、これで30万削れたと。なんで1600以上あれば、まあ3発打てるかなって感じかな。はい、ダメージ食らわずフィーバーいってね。はい、でフレンドさんがお助けしてくれて、まあ一応これね、フレンドさんお助けしてくれないとしても、自分のねサブアカがあるので、でこれもねダメージ食らう前にフィーバーに、まあそれはいかなくてもいいかな。ああ、これはダメだねこれはダメだ、ちょっとやり直そう。フィーバー終わった瞬間に来そうだね。はい、じゃあもう一回いきます。まあなんか失敗そうだったらやり直せるのがこの気まぐれゲートのいいとこなんで。まあ正直1100だとねフィーバー行かなくていいんだけどね。これで2を残してフィーバー行きました。で、できたら、よいしょ。これがスーパーフィーバーなんで、こいつが一番ダメージあるかな。本当はコンボを貯めてもいいんだけど、1回戦は76万残ってると。
結構ね反撃するあるんで、ちょっと失敗だな。どっちがいいんだろうな。8万、これで20万ぐらい削れましたね。じゃああとはサブアカで助けして、これでねもう一回いきますと。でさっき52万、だから20万削れるんだよな。でよいしょ。あ、ちょっとこれもダメだ、ごめん。さっきからやり直したばっかだね。あんまやり直すってなんか効率悪いよね。なんでごめん、ちょっと普段はもうこんな緊張しないから、もうちょっとスムーズにいけるはず。3残して、どっちがいいんだろうな。たまにね反撃するなるんだけどね、どっちがいいんだろうな。コンボで、あ、反撃するなってますね。結構ね反撃する率高いんだよね。なんで、まあ、ちょっとこれ偶然系ですけど、よいしょ。はい、これでまた削れましたと。まあちょっと今回運が良くて3発打ってたんですけど、でよいしょ。あれ、はい、これでまたサブアカで助けして、今一応自分で3回含めなんですけど、まあ30分経てばね、これ16万なんですけど、30分経てば復活できるんでね。なので実質まあフレンドさんいなくても最悪ね、どうしようかな。もう16万だからこれでいいか。あ、もうちょいいいかな。これで最後倒せますっていう感じで、はい。一応3発、2発、3発、2発か。3、2、3、2。10発か。10発で倒せましたね。っていう感じで、まあ一応自分のサブアカ2回お助けとフレンドさん1回お助けしましたが、まあさっきも言ったけどね、30分待てば、10% はね回復できるので、なのでこの回復ね、ここね、30分まではいけるので、まあ要は自分が3回3回、まあだから1回気絶しても3回はね復活できるので、なのでそれでね、まあ、今回たまたま反撃スルーで3発1回打てたとかありましたけど、まああれなくてもね、2発ずつで倒せてますので、まあまあでもねフレンドさんから1回助けてくれれば30分待つ必要がないのでね、はい。なのでこんな感じで一応ギリギリ周回できるのかなっていうね、はい、感じですかね。んでまああとはさっきも言ったけど反撃する割とあるのと、まあ今後ね多分これダメージアップしてるのって、ダメージじゃないヒットポイントアップしてるのって、多分このアップデート予告がね、多分武器妖怪三国志もそうだったんで武器始まると思うんだよね。なぜなら武器ってさ毎回イベントでさ売れるからさ課金しやすいんだよね。だからどんどんヒットポイント上がってくると思うんですけど、はい、そんな感じかな。でまああとはただね、今後今は初日ガシャですけど、特攻がね、ガシャじゃなくて特攻が出てくるので、
このさくちゃん、あれさくちゃんどれだ、これか。うん、しばらくとかね、あとは焼きおにぎりとか、まあ、ゲットすればね、まあ、ただ今回ダメージカットねえんだよな、だから腹が正しいんだけど、はい、まあ、これ使えば、まあ、さっきのね、うん、よりは楽に周回できると思うので、まあとにかくね、自分のサバカ2回お助けと30分待つ3回、だ気絶3回までならまあいけると思うので、はい、なんとかそれで周回頑張ろうかなって感じですかね。